3年目のシーズン、オーダーを発表するよ。1番センター、エゴシ。2番指名打者、熊谷。3番レフト、高山。4番サード、勝木。5番ファースト、石岡。6番キャッチャー、浅山。7番セカンド、増田。8番ショート、高森。9番ライト、赤澤。続いて投手陣。先発調子次第、入るず。先発調子次第、山辺。先発調子次第、増田。中継ぎビハインド、綾部。中継ぎビハインド、相打ち。クローザー、ドミンゴ。さあ今シーズンも開幕だぜ。まあまだ投手陣が全然だからな。今年も期待はできないだろう。投手陣のスタミナがある開幕戦は数少ない勝てるチャンスだぜ。頼むぞハイルズ。ミスターパーフェクト高橋コーナー以上の両先発、熱き戦いが幕を開けます。あーん、ちょま、おいおい、嘘だー、これは大変なことやと思うよ。お前ら野手陣は補強したのに完全試合はいかんでしょ。最弱イズムが継承されている説。本当に今日は大セーブは最高の開幕ですわ。山賊襲来、マジでノーヒットはありえんでしょ。最弱ならまだしもそうじゃないからな。ドミンゴは最後に決壊したな。まあドミンゴはしゃあない、留学選手が帰国。駒田めっちゃ強いじゃん。とりあえず現段階ではフェニックスの唯一の希望だ。怪我だけには気をつけないとな。尾崎もしっかり成長したな。いやー駒田マジでいい能力だぜ。大怪我で能力下がるのだけは勘弁だから、疲労には十分気をつけて使わないとな。尾崎はパワーシーまで乗ったな。守備も最低限あるしバリバリ働いてもらうぜ。さあ交流戦やでー。開幕戦に続きうちが勝てるわずかなチャンスはここだ。ふん、今年はうちが蹴散らしてやるぜ。勝ち越すのはどっちかな。の先発は左のハイルズ。この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。ランダセンター、あかん、負けたでー。初戦は落としたか。ふん、余裕だ。ジョノリ元ホームラン、わろた。負け越しだー。マジか、3立てしてやろう。最初やでー。ふん、今日は捨て試合だ。石岡ナイス。投手の助っ人を取るぜー。今シーズンの新たなる犠牲者。こらこら、今の投手陣の負担軽減してくれる救世主と言いなさい。物は言いようだな。一番安いこいつにするぜ。まだ能力は全然わからないな。まあとりあえず投手の駒が一人でも増えるだけで十分。このような。ハイルズ復帰して速攻で怪我で離脱はロタ。こいつ絶対仮病だろ。デバインが来たからここまで酷使された分休むつもりかな。お、眠いデストロイズからトレード依頼が来たぜー。デストロイズから？投手事情を見て投手でも支援してくれるのか？最弱選手じゃねえか。クソはロタ。うちの福本をやるからデバインをもらってやろう。やるわけねえだろ。
まさかの詐欺トレードだったか。こんなやつどこもいらねえだろ。当然却下だ、し。ドミンゴ行ったー。あ、ドミンゴー。人体が行ってしまった模様。ドミンゴ、ここまで酷使してきたツケが、ゆっくり休んでくれメンス。能力がこんなに下がっちゃった。いや、初めからこんなもんだから。ドミンゴの離脱はでかいなー。最弱以外の投手が大怪我されると困るからな。この今度は中日からトレード依頼が来たぜ。大素晴らしい監督から。どれどれ、キャッチャーか。ファーストが欲しいらしいぜ。ビシエドはどうしたんですかね。キャッチャーいいならいらないな。控え捕手も欲しいけど石岡は出せないな。まあ却下だな。お次は野手の助っ人を取るぜ。ポジションはセカンドか。ジェニングス君に決めた。守備がまだわからないからとりあえず DH だな。ジェニングスしっかり打ってくれよ。デバイン悪くないな。まああの金額でこの能力なら十分。意外とパワーあるのね。ドラフト選手の能力。高森は総力 A もなかったか。前評判だと S だったのにな。山でも評判よりは能力低め。まあ乱調だけなら OK。まあ打撃以外はよし。でもこういうタイプの選手ばっかだな。今シーズン終了。今年は交流戦の1勝だけだったか。ぐぬぬ。うちは7勝だ。マジか。デストロイズは勝ち増やしてきたな。防御率はさらに良くなったぜ。まあここからは良くなっていくしかないだろうしな。うちも防御率は改善だ。打率はそこまで上がってないな。補強した割には伸びなかったな。得点は結構伸びたぜ。打率爆上がりだ。うちよりも高くなってる。マジか。ベスト9はまだ無理だな。加藤がセカンドで選ばれてるな。オーゴールデングラブ映像。石岡に駒だ。エゴシもだ。3人も選ばれたぜ。栗原が二冠王か。木下が首位打者かよ。覚醒したのかな。MVP は栗原と牧。新人王はダメだったか。沢村賞は山岡か。なんかキャッチャーやってるやつがいるんですが。朝山が怪我した時に出たんだろう。控え捕手はもう一人欲しいな。野手は一通りはポジション埋まったけど全然打ててないな。最低でも2割は打ってほしいよな。まあ投手陣はこれからだな。最低限の人数が揃ってからじゃないとな。ショート佐野はロタ。デストロイズはショートがいないのか。ショートがいなくてもお前らより上だ。ぐぬぬ。佐野は打率すげえな。筒香も今年は復活したな。投手陣はまだまだだな。最低限の人数は揃ったと思ったけどまだまだなのね。まだ過保起用なのかな。黙れ。はい。国内スカウトを変更するぞ。調査力が上がったか。選手の契約公開。駒田以外は今年も最低年俸だ。駒田だけ1000万なのか。チケット陣も残ってくれるのね。
さあドラフトはどうかな。見ていくぜー。今年も野手を補強するのか。一応野手のポジションは埋まったからな。今年は投手中心に補強するぜー。応用役ブラック環境の投手陣改善か。あといいキャッチャーがいても取るかもな。ドラフトか戦力外で一人キャッチャー取っておきたいよな。ズバ抜けた投手はいないかな。このキャッチャーまあまあだな。社会人だからキャッチャーの特能も悪くないかも。怪物レベルの野手はいないな。この外野手はなかなか。でもこういうタイプ多いからな。打撃が高い方が今は欲しいな。まあまあだな。ドラフト1位はこの選手。キャッチャーはすぐ指名されるから1位でこいつか。一本釣りだぜー。ドラフト2位はこの選手。変化球はいい感じだな。奥へ。俺じゃねえよ。ドラフト3位はこの選手。絶対名前で取ったんだよな。以上だぜー。とりあえずキャッチャーと投手2人補強完了。キャッチャー D だといいけどな。ミート以外はいい感じっぽいな。高倉はリリーフか。リリーフでフル回転で働いてもらうぜー。偽奥井もしっかり頑張るんやで。イケメン奥井だな。ほっとけ。デストロイズは今年もたくさん取ったな。野手の補強も本格的に始めるぞ。こりゃまた差が広がるかもな。前県帰ってきたー。でももういい年だけどな。やっぱり結構衰えてるな。前県厳しいかな。野手能力はまだいけるな。うちは取るぞ。デストロイズは取るのか。まあうちも一応交渉だけしてみよう。マジか。やあやあマエケンくん、うちはあまりお金を使いたくないからね。1億だったら払ってあげてもいいよ。うちの初代エースとして名を残したいならぜひ来てくれたまえ。なんで上から目線なんですかねー。
まあ来ないよな。前剣はうちだ。体勢に補強だな。まあ衰えてたしね。巻きメジャー行くのか。成績はかなりいいな。セカンドじゃメジャーは無理だろ。ファースト守るのかな。まだ27歳か。巻き頑張ってくるんやで。さあ FA だぜ。青柳さんか。うちのエースにはふさわしい投手。頑丈なのも大きいな。噂はもう悪くないな。モイネロも FA 取ったか。モイネロもいい投手だからな。高橋、完全試合、頭が。まさか開幕戦で完全試合されるとはな。うながっつか。こいつは若いからありだな。牧原か。うちは投手優先だな。うちは噂は東ヶ沢らだ。うちは青柳さんで行くぜー。青柳さんか。やあやあ青柳くん、君にはぜひともうちの初代エースとなってもらいたい。年俸は1億5000万。2年契約で背番号もあげよう。あとうちは誹謗中傷対策もしっかりやらせてもらう。野球に集中できる環境を約束するよ。来てくれるよね。青柳さん来たー。ついにうちにもエースが誕生だー。マジかよ。ふん、デストロイズも二人補強。金の力かな。求心力だ。保証は金銭で済んだぜー。うちも金だな。石川か。石川はありだな。まだ能力はいけそう。伏見か。キャッチャー C だけどドラフトでキャッチャーは取ったからな。岩貞か。岩貞5700万は高いかな。栗も悪くないな。栗首か。レジェンド首か。怪我 G はうちだときついな。北条やんけ。北条もついに首か。パワーはあるな。複数守れるのはでかいな。並木足は速いけどな。走力型は今はたくさんいるからスルーで。横川か。横川は若いしいいかもな。スタミナもあるしな。石川だー。まだ先発でいけるでしょ。横川もだー。投手をしっかり補強。北条かい。高山みたいに活躍期待してるぜー。他はこんな感じだぜー。うちは野手を取ったぞ。留学は高森と赤澤を。ヨーロッパリーグに。そういえばジェニングスはこんな能力だったぜ。うん、パワーだけか。まあ DH 要因やろな。怪我人のドミンゴはなんでカーブ覚えてるんですかね。リハビリ。嘘つけ。マジでブラック球団だな。なんか勝手にキャッチャー上がってわろた。どうせキャッチャーとしての出番はないんやで。
さあ投手が増えたけどどうなるかな。野手に続き投手の人数も増えてきた。でもまだ人数的には厳しいシーズンだろうな。続く。